ますが、レイラさんとは違い、妻の入国は止められていません。会えない時間が長くなるほど、日本政府への不信感が募っていきます。日本政府は外国人のことを信用していないんですよ。何？信用してないって外国人の方に。入れない。コロナで別々じゃん。ああ、そういうことね。うん、こちら映像にありました誓約書ですけれども、さまざまなルールが定められているんです。漏れちゃった。まず入国目的なんですけれども、すぐに通報する。そして必要不可欠なものでなければいけないんです。さらにですね、この誓約書を出す企業や団体は